ラブ -600 は、コマンド装甲車から派生したラブ -300 を改良して開発されたアメリカ合衆国の軽装甲6輪、駆動車両である。アメリカ軍主導ではなく、キャデラックゲージ車のプライベートベンチャーとして開発された。105mm の手法を搭載し、ラブ -300 よりも優れた火力と機動性を持つ。装甲は、リメートル弾に耐え、地雷や、 破砕手榴弾の攻撃に対し、乗員を保護する。エンジン音とそこから発せられる赤外線、振動を最小限に抑えることにより、ステルス性も考慮されている。ラブマイナス600は、キャデラックゲージ社によって、海外市場をターゲットに開発された。最初のラブマイナス600のプロトタイプは1985年に完成し、同年にその開発が発表された。 当初、ラブ -300A1 という名だったが、1986年にラブ -600 と改名された。1988年からエジプトにて、機動性試験と火力試験が実施された。これらの開発試験では、105mm 砲による射撃試験に成功した。これには、すべての行閣での射撃と、車両の中心線に対し90度旋回した。 砲塔での射撃が含まれ、両方とも兵器として満足できるものだった。現在はテクストロンマリーンランドシステムズによって製造されている。ラブマイナス600には先代ラブマイナス300と共通のコンポーネントが多く使用され、さらに重装甲や優れた監視装置、武装など、いくつかの改良されたコンポーネントが採用された。 6つの全身ギアを備えたアリソン全自動変速機を備えた 275HP の出力のターボチャージャー付き6下8.3ディーゼルエンジンを搭載。最大速度時速 100km で走行でき、後続範囲は 600km。C-5 ギャラクシーをはじめ、C-141 スターリフター、C-17 グローブマスター3、 1> c 1 3 0ーキュリーズ輸送機を使用して空輸できるように設計されている。手法として、ベイシステムズローディフェンス M-68105mm 砲が採用された。合わせて同時期の軽戦車であるスティングレーと同様、反動の小さい戦車砲用の砲塔を備え、コンピューター化された射撃式装置とレーザー測距儀を装備、車体の前面に 電動インチが取り付けられている。砲塔の旋回庫は360度。副武装として、手法と共とに 7.62mm 同軸機関銃を装備。また、対空用に、砲塔上部に 7.62mm 機関銃、または M2HB12.7mm 機関銃を搭載する。車体と砲塔は、溶接された角露位相高校でできており、 最大 7.62mm の弾薬、砲弾の破片、および手榴弾の破片に対する防護を可能としている。装甲床板は、地雷からの防護を可能とする。弾道衝撃に対する追加の保護のため、装甲板を船体に追加することもできる。また、オプションで、ランフラットタイヤを装備する。ラブマイナス六百は、オプションの各、生物、化学保護システムを備えており、これには、 化学兵器による攻撃に対する化学剤耐性コーティング塗料も含まれている。ありがとうございます。